ドッカンバトルの時間だ。七夕ドッカンフェスとかいうくだらんフェスが来てるからな。この俺様が神引きをしてやる。ということで早速いくぞ。今回の、七夕ドッカンフェスな、まずはチケットでももちろん引くが、まずは、10連ガシャ流石50個使うやつだな。こいつを20連ぐらい回してやろうかと思ってるからな。で、俺様の狙いは、ちなみにこれは持ってる。持ってない。だ、こいつを狙うぞ。スーパーサイヤ人ブロリーだ。何で、伝説のスーパーサイヤ人。もうダメだ。おしまいだ。なんだこの足音。さすが伝説のスーパーサイヤ人だ。俺様の戦闘ジャケットがボロボロにされちまったぜ。という冗談は置いといて、早速引いていくぞ。おせえな、あったくせえ。おゾロゾロゾロ、ザコが集まったぞ。ザコなんだよ。お虹色だ。俺のギャリコそっくりだ。これはちょっときついな。これはなんだ、カカロットか。だいぶショックのやつじゃねえか。なものはいらん。いや、ハゲカテゴリーもいらん。いいな、こいつは。もう一回手をちぎってやりたい気分だぜ。そういうのちょうだい。いらん。これはまずいな。やってみよう。お、ベジータ様。次はなんだ。おっと、汚ねえ花火だ。いやこいつか。これはいらんな。なんだこいつは。これは一発目からだいぶ手強いな。よし、もう一回行くぞ。この俺様に引けないガシャないんだ。そう、まさか俺に無駄な流石を使わせるというくだらんガシャじゃないだろうな。やめちゃうんだ。ここは俺に行かせてくれ。ここまで爆死はいい加減にしろってこと。見せてやりたい。合体しろ。おっ、おっ、きた。来やがったな。さあ、いいぞ。お前はいらん。使えんサイヤ人などしてコメントもしたくないな。来たね、花火だ。微妙だな。デブカテゴリーか、これは。クソ。おい、デブカテゴリーか、これは。どんなピックアップだ、これは。バカにしやがって。お、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 ほら。俺はこいつは持っていないぞ。クソ。悟空ブラックか。これは嬉しいな。セルジュニア、これは持ってるんだよな。おぉ、そったれフリーだが。お、なんだこれは。え、これは、技か。まあまあ、技のやつは持ってるからな。あ、速か。速のやつは持ってるからな。うわぁ、これもまあきついな。やっぱり戦闘ジャケットが壊れているからだな。仕方がないな。まあ、まだチケットがあるからな。ちょっとチケットで挽回するとするか。ちょっとだんだん見えなくなってきてるな。くそ。たら、こんなもんは虫だ。行くぞ。頑張れ。お、俺も来てるな。お、よ
よこせだ。やめ、よこせ、早く。いいんだろ、これで。行け、ぶっ壊せ。おお、俺だ。来たぞ、これで一卒だ。これは素直に嬉しいな。次は、いや、俺が岸原をぶん殴った御殿じゃねえか。これは、あ、ザコだ。ザコ悟り主だ。あ、こいつ、まあ、こいつ持ってはいるわな。使えんな。いらん、血管が気持ち悪い。よいしょな。いらんな、こんなのも。まあ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 、チケットにしてはいい方だったんじゃないか。まあ最後はこの俺様が締めの俺様ということで終わったな。まあ龍石使ってやるのがちょっと危ないからな。今回の七夕はこれぐらいにして、まあまた夏どでかいのが来るだろうからな。そこまでは龍石を取って、そん時また神引きしてやるとするか。それじゃあ、またな。